婦持ちでして、まあ贅沢病って呼ばれてるんで、プリン体があるものだったりアルコールとかっていうのは控えなきゃいけないんですね。で、尿酸値っていうのが7を超えるとダメだって言われてるんですけども、25歳ぐらいから発症して、まあ、41なんですけど、16年ぐらいずっと尿酸値13ぐらいをキープしてて、まあ、とにかく痛風の発作なんかあるためにバンバン起こってたんですよ。で、っていうのも最初の頃痛風を抑えるための薬、尿酸値を抑えるための薬フェブリックってのを飲んでたんですけど、その薬をちゃんと定期的に飲むっていうことができなくて、なんか気分で飲むし飲まないしみたいなことずっと続けてて、でそれで本当に体壊しちゃったんで、40超えたらしっかり健康管理しようって思って、まあ薬を飲むの毎回その度に薬をこうパッ飲んでたんですけど、それだとやっぱ続かなくて、100均で30日の小分けできるケースを買ってきてからなんとなく飲めるようになってってるって感じっすね。で、実はその昨日のこのコンジャンオっていうヌタウナギのレストランでもう失敗ぶちかましてるんで、もうみんな食べた気しない食べた気しないって言ってて、てかもう俺なんですけど、なんとかどっかで挽回できないかなって思ってて、まあちゃんぽんっていうものがすごい日本でなかなか高くて、韓国のものだと、なんでちゃんぽんの店とか、まあ、海産系いっぱいあったんで食いてえと思ってたんですけど、ちょっとダメじゃないみたいなことをみんなに言われるんで、まあ、とにかくその日は我慢して、その朝一にコンビニで買ったのぐりっていうラーメンを隠れて食おうと思って、朝一自分で作ってるとこですね。のりぐりラーメンの特徴としては、まあ、辛ラーメンと違ってとにかく麺が太いんですね。これうどん、まあ、軽い稲庭うどんとか五島うどんとか、まあ、そういった細い系のうどんなんじゃないかっていうぐらいの太さでして、まあ、とにかくもちもちした歯ごたえが特徴なんですよ。で、他の韓国ラーメンと違って、のぐりって、まあ、タヌキって意味なんですけど、のぐりが昆布が入ってるんですね。昆布の切れ端を一緒に出汁を取ってやるって感じなんで、めっちゃうまいんですよ。ただ辛ラーメンよりも全然割高で、はい、それがですね、やっぱコンビニ韓国物価上がって高いのかなと思ったら、割とその100円とちょっとぐらいで買えたんで、もう隠れて食ってやろうと思って、でしかもこうこの宿からですね、宿っていうか、まあこれフラットっていうか、その Airbnb っていうか Booking.com っていうか、まあここの、まあ、新都市開発のリゾートのこうマンションみたいなのがだいぶ余ってて、そこがやっぱ安かったんで、でそこから海が見えるので海見ながら食ってやろうと思ってたんですけど、ちょうどこのカメラの海見えてるとこ、この鉄の窓枠が邪魔して全く見れてないんで申し訳ないなと思ってます。でこの韓国のコンビニでもらった割り箸なんですけど、とにかくなんつうか頼りなくて、俺の指の方が全然太いんで、すっげえ麺を持ち上げるのがかったるくて、あと最近なの、日本のコンビニとかの丸い箸のこうやつもすごい心物との細くて、なんか俺太い箸すげえ好きなんですよ。太い箸を持ち歩かなきゃいけないのかなっていうか、やっぱ
太い箸じゃないとなんか食った気しないっていうか、まあ、そういった個人の見解です。あと一つのものを食べ続けることが俺できなくて、味変をしないと損した気分になっちゃうんで、麺も硬いものから柔らかくなっていくものを楽しんでたりしてました。で、ここ無駄に超ハイテクなマンションなんで、そのブラインドを上げるにもスイッチでブラインドを上げるようになってるんですね。でしかもその上に上げるとか下げるとかもわざわざボタン2つつけてて、いや、この上の方を押したら上に上がるとか、下の方を押したら下に下がるでいいじゃんとか思いつつ、なんていうかな、また生活感がないフラットの曲がりなんで、本当は最近そのインスタントラーメン作るにもその計量カップとかでわざわざ測るようになってて、昔はもう超適当に作ってたんですけど、なんかそういった生活の細々したものがなくて、まあ、逆に冒険ができるような状態になってましたね。見てください、このグダグダな麺。グダグダな麺が一番好きだったりするんですけど、でもやっぱグダグダからスタートすると超グダグダになっちゃうんで、っていうのも俺一平ちゃんとか UFO カップ焼きそばもすごい好きで、だいたい15分から20分ぐらい長いとつけて焼きうどんにして食ってるぐらいのやつだったんで、まあ、とにかくそれもなんつうのかな、麺に水を吸わせて量を稼ぐみたいなことを、まあ、貧乏症から出てきた、本当食べたいもの食べれないの悲しいですね。また箸の持ち方も実はコンプレックスがあって、こう皆さんのように綺麗な箸の持ち方が俺できないんですよ。なんかこうずんぐりむっくりって感じで持って口に運ぶってことしかできなくて、なんかちゃんと箸を持てるような箸を子供には渡して綺麗な持ち方になってくれってことを願ってますね。まあ、とにかく皆さん、この野栗ラーメンめちゃくちゃおすすめなんで、日本で見つけたらぜひ食べてみてもらいたいと思います。半地下パラサイトっていう映画で、ノグリとチャッパゲッティっていう、まあ、麺がお互い太い同士のインスタント麺なんですけども、それを半々で混ぜてチャパグリっていうものもあったりするんですが、そのノグリラーメンめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひもうおぼせよ。マシッソ、いや、マシンナ、マシンダ、マシッソ、マシッソ、イエーイ、アンニョン、イヤーイヤーアンニョン。韓国語、まあ、コリア語を少しでも触れてもらいたいなと思ってるんですけども、めちゃくちゃイヤイヤ気で、はい、まあそれでもすり込んでいきますよ。チャオチャオ、でまたモーボー、自慢だ。